はい、どうも皆さん、トライアングルです。というわけで今回なんですけど、楽しみの時間がやってきました。はい、こちらイベント、いきなりイベント始まるのでやっていきたいと思います。美術館、ななみんかな、ななみんが主人公かな。大型マップいきましょう。最初はストーリーからだね。ではいきます。はい、いきなり黙りますね。深夜の美術館ってワクワクすんな。展示物とか動き出しそうじゃね。映画じゃねえんだぞ。どっからどう見ても普通の美術館だけど、本当に呪霊なんて出るのか。おそらく一級呪霊が相当数、かなり大掛かりな任務なので、家入さんにも来てもらっています。なんかグロッキーじゃね。寝不足。珍しいね、ナナミンと家入さんが引率って。五条先生は別件に当たっています。それに今回の任務は五条さんに任せるには心もとなく。はあ、バカ目隠しにもできない任務を私らに回すって殺す気ですか。一体どんな任務なんですか。窓の調査によると、数年前、館長がとある絵画を引き取った日から美術館で不可解な現象が起き始めました。客足が遠のき、これ以上の悪評を恐れた館長は元凶の絵画を美術館のどこかに隠したそうです。しかし現象は止まらないどころか悪化し、館長も不審し、火に油を注ぐ形で噂は瞬く間に広まりました。今では呪いの絵画と呼ばれ、人々の恐怖を煽り、そのせいで呪霊を引き寄せています。つまり呪いの絵画をぶっ壊せばいいんだろ。まあそうなんですが、問題は絵画がどこにあるのかという話で、この美術館のどこかに呪いの絵画があることは確実なんですが。待った、これのどこが悟るにできない任務なんだ。むしろ陸眼で探せば一発だろ。館内には高価な展示品がたくさんありますから、あの人なら丸ごと吹き飛ばしかねない。ああ。とはいえ危険な任務であることは間違いありません。皆さん気を抜かないでいきましょう。私はここで待機していますので、帳が降りた後はトランシーバーを使ってください。伏黒君、パンダ君、マキさんは裏口から、イタドリ君は私と正面入り口から捜査を始めましょう。家入さんは待機で。あ、死んで帰ってくるのはやめてよ。じゃ、頑張って。はい。おう。え、これさ、若干証拠の伏線とかだったりするガチャ。いや、これ結構あるんじゃない？いや、わかんないけどさ、一応これまだ開局玉折続いてんのよね。で、学生時代の証拠じゃなくとも、このさ、マップイベントって前のデッドモール編とかもそうなんだけど、そのデッドモールで出たキャラクターが SSR で登場したのよ。メカ丸、パンダ、それこそあれかな、ももちゃんとか、そこら辺もそうか、もう出てきて、で残念ながらまあ美和ちゃんとか舞さんは出てこなかったんだけど、デッドモールで出たキャラクターなんだよね。ということは SSR、 新 SSR であと残っているキャラクターといえば誰ですか。はい、翔子さんです。これ SR だけなんだよ、まだ翔子って。え、マジでこれあるんじゃない SSR の伏線。いや、これこれは都合のいい解釈じゃないよね。デッドモール編で、ま、パンダ出たじゃん。パンダな、パンダも出たし、メカ丸だよね。メカ丸とミワちゃんがそのなんかついになってる、そのデッドモールのそのサムネっていうかさ、画像で新キャラとしてこのメカ丸が出てきたんだよ。でこの時って京都校がまあ連発してるからかなっても思ったんだけど、まあ、結構デッドモールに関係してるキャラクターみたいな、感じで出てきてることもあったので、
ってなるとなくはない、全然なくはないよね。今翔子がついにここで、だってここでさ翔子をどわざわざ胴体させるっていうちょっとあるんだけど、えこれマジであるんじゃないの。えだとしたらマジで嬉しい。誰これ、もうバレてますねラスボス。うわー、なんかこれもあれなんだよな、無限回路で出るんだろうな。あそっか、これ見ないと。残滓ですね。はい、ナナミの背中かっこいい。夜の美術館、あデバフだ。あなんか強そう。はい、敵全体に体術 20% だ。あー悪くないじゃん。お強っ、悪くないぞ。こっちは、え待って、悪く待って、悪くないぞこれ。えちょっと待って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 これ配布残滓だよね本当に。え敵全体に好きなタイミングで最終6ターンで1ターンだけだけど、要はまあ体術パだとしたら単純に相手のたあのその体術に、あでも体術か、あごめんごめん、体術 20% か、体術は非ダメージじゃないか。あーそっか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 、体術 20% いやでも自身の必殺現状 20% ウェーブ開始時、ウェーブ開始時、ウェーブ開始時か。あー全然、いや配布にしては悪くないと思うこれは。うんすごいいいと思うこの残滓は、悪くないですね。ということでイベントマップやっていきたいと思います。ストーリーが多分ここどこら辺だ、どっかに多分開いてストーリーが、あーこれかな、これかな、これ何、あーステージか、びっくりした、これ何と思ったけど。じゃあ多分ストーリーが出ると思うので、そのストーリーまでじゃあちょっと今から一気にやっちゃいましょうか。はい、待ってマジでこれ SSR 証拠の伏線じゃないか。なんかそんな気しかしてこなくなってきちゃったいや都合のいい解釈なのか、いいないいな、そんなことなしだと思いたいでごじゃる。じゃあちょっとイベント用のイベント用の最強編成で行かしていきたいなと思います。まあここはねもうサクサク行かしてもらった方がいいよね絶対ね。はい、まあ紹介一心でもいいけど、まあまあまあ、じゃあとりあえずガッツリカットしていきたいと思います。よし、さあ今回とりあえず明日明後日かに新しいのは追加されるんだけど、とりあえずこのストーリーまで来ましたのでこのストーリー見ていきたいと思います。今日はこのストーリー見ておしまいかな前編。翔子の話出るかな、出ないか。おかしいですね、呪霊の数が少なすぎる。確かにもう1時間ぐらい歩き回った気がするんだけど。どうしたの、急に立ち止まって。それ有名な絵、母の部屋にレプリカが飾ってありました。そこまで名前の知られた作品ではないと思いますが。俺も部屋にポスター貼ってるけど、そんな感じ。まあ似たようなことです。先に進みましょうか。つってももう出口じゃん。残りの呪霊は一体どこにいるんだ。呪霊の出現には何らかの条件がありそうですね。実は呪いの絵画には有名な都市伝説があります。信憑性が低いので皆さんには話していませんでしたが。都市伝説、何それ、どんな。呪いの絵画を呼び寄せる方法についてです。ルールは3つ。美術館が閉館している深夜であること、特定の手順で美術館を回ること、そして1人で行うこと。よくあるやつだね。じゃあその特定の手順ってのをやってみようよ。それがウェブサイトによって異なっているのです。あるオカルトサイトでは順路通りに進むこと、ある掲示板では第6展示室から逆に回ることだと。なるほどね。そしたら俺順路のやつやってみるわ。呪霊見つけたら報告するから。では私はもう一つの手順で、くれぐれも身の安全を優先するように。任せて。優しいナナミということで、こちらのこのかっこいい、これちょホーム画面、ホーム画面、これはホーム画面行きだ絶対。どれにしような。
ちょ、のばらちゃんのこれは可愛すぎてさ。いやでもやっぱ一番最初かな、一番最初にこれやりたいですね。でもなー、このこれパフェ欲しいからなー。うーん、まあナナミン2人いるのあれだし、ちょっとなんか変えたいな、そろそろ。なんか いつも今まで使ったことないやつとかちょっと使ってみたいんだけど。あーでも、あーでもこれも好きだな。こんな感じでやってみよう。はい、確定。うおー、かっこいい。いやこれはマジ、しかもこれだけじゃないんだよね、性能もね、今回に関してはすごいいいと思うよ。まあ体術のね、相手のダメージ 20% っていうのがあれだけど、まあ毎ターン必殺ゲージウェーブごとに上がって、かつまあデバフをかけることができる。まあもちろんね、そのめちゃんこ強いっていう感じではないけど、まあ無料配布にしてはすごいいい斬新なんじゃないかな。いや何よりこれよ、これみんなこれやりたいでしょ、みんなこれやりましょうよ。ぜひね、ストーリー、クリアすれば、イベントストーリークリアすればゲットできますので、皆さんぜひゲットしてみてください。というわけで、じゃあ今回はこの辺りで終わりたいと思います。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それじゃあ、お疲れ様さ。いや、この証拠来てくんねえかな。この証拠じゃなくてもね、大人証拠の SSR って絶対可能性全然あると思う。今回っていうより次回以降かな。次回の、大型マップ、これ前編だから中編後編、どちらかで証拠パートがあった時に、SSR 証拠全然あると思う。はい、うわー楽しみ、マジで楽しみだな。それは絶対強いじゃん。まあバフはかかるかわからんけど、バフもかけるんかな多分。でも回復だけじゃ SR と一緒だから、多分ちょっと何かしら変わってくるとは思います。はい、というわけで、じゃあ皆さんお疲れ様さ、バイバイ。